like she gotta move it. Like she gotta make them please how she do it. Can she do it like a how she move it? Like the hood centerpiece, she in the movie. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Wish she could get that beat plus fries. You the shake, you the thing, I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy, baby do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop, okay. Yeah, we see you, no perm, they press. Oh yeah, he peep you, thought y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out, you a vibe, I like your style. Your body calling out, bump that talk, come to my house. We can work it out. 今日のオールドトラフォードはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説には落ち着いた語り口でおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。これは大変な試合になりそうですね。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。ウィルキーン、これはここはタッチに逃れます。中を確認したい。マイナスのクロスボール。試合は始まったばかりですが早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。無理をせず着実にボールを回しています。狙える位置です。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。イブラヒモビッチ、パスが通った。ドリブルで相手を揺さぶります。チャンスにできるか。キーパー弾く。レフェリーはコーナーキックの判定。ボールを入れました。このヘディングは大きく外れました。フリーだったら入っていたでしょうね。フランコ、ボールはミドルサードからアタッキングサードへ。キーパーが飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それにしてもよく止めました。コーナーキックが入ります。中央へのボールはクリアされました。深い位置でのスローインになります。ここはクロスのチャンス。いい位置です。ボールを抑え込みます。イブラヒモビッチ、相手ボールになりました。仕掛けてくるのか。ブロックに当たる。ここでインターセプト。相手にリードを許していますが、ここは急がずにボールを回しています。ここからどうするのか。シュートのコースを読んでいましたね。パスが通りません。スローインでのリスタートとなります。
ボールを前に運んでいます。狙いすましたシュートはわずかに枠の外。いい判断だったと思います。決まるか。これは痛い。相手のチャンスになりそうです。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。さあどうする。着実なビルドアップからチャンスを狙います。果敢に仕掛けてボールを奪いました。これは見事なインターセプト。相手にボールを渡してしまいました。ここから狙うのか。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。これはもう一度コーナーキックです。このコーナーは誰に蹴るか。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。レフェリーがフリーキックを指示しています。素早く再開しました。サイドのスペースを使います。ディフェンスの軽率なプレーでしょうか。ボールをクリアしました。思い通りにパスを通してきます。ゲームを作るパス、またまた通ります。クロスを狙ってきますか。ディフェンス落ち着いていました。中の選手を狙ってきた。ディフェンスがブロックしました。アドラ、判定はフリーキックです。スローインになります。サイドを変えます。ゴール前、期待も高まります。さあどこから仕掛けるか。シュートを通さない。ボールを回してチャンスを伺います。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。これはクロスバー。まだインプレーです。コーナーキックが続きます。コーナーから中へパンチングで出す。コーナーからエリア内へ。ここはクリアされました。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。試合は前半を終えました。ハーフタイムを挟んで後半に向け何か。後半戦キックオフ。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。これは見事なパスカットです。
ロビー・キーン、ゴール前に入ってきました。このボールは相手にクリアされました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ビッグチャンスです。ゴールゴールゴール。このシュートはいいコースに飛びました。映像が来ました。絶妙なタイミングのスルーパスでしたね。オフサイドギリギリです。見事なカウンターからゴールが生まれました。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。振り抜いた。このボールはゴールキーパーが止めました。イブラヒモビッチ、中を確認したい。ナイスディフェンスです。サイドに展開します。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。パスを返す。ボールロスト。アタッキングサードに入ってきた。さあクロスか。いい寄せです。パスが通りません。イブラヒモビッチ、このボールは直接相手の選手へ。サイドにはスペースが。これは狙えます。これはキーパーのファインセーブ。決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。これはファールでしょう。フリーキックです。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。ボールをサイドへ振りました。インターセプトでチームを救いました。ここはクロスのチャンス。ボールを奪われます。いい形でゴール前まで持ってきました。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところで違いが出てしまっている感じですね。イブラヒモビッチ、攻撃に移りたい。仕掛けてくるのか。シュートをブロックした。さあ上げたい。マイナスのクロスを入れた。強いですね。ボールを取られません。
このパスは通らない。相手に当たりスローインです。見事なパス回しでボールを奪わせません。このままリードを保って勝てるでしょうか。マイナスのクロス。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。高いボールで裏へのパス。さあスタジアムのテンションが上がります。このパスは読んでいました。何をしてくるのか。ゴールキーパーが見事に止めた。中央にクロスが上がった。狙える位置です。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。ファールの判定です。警告は出るでしょうか。ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。試合を終始コントロールしての圧勝でしたね。狙い通りのサッカーを展開できていました。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないか。